新潟港トンネルは、新潟県新潟市中央区の通称新潟島から、同市東区に至る、品野川河口部両岸を結ぶ、推定道路トンネル。なお、トンネルを含む、ルート全体の正式名称は、新潟港臨港道路入船臨港線である、土木学会デザイン賞2005年度優秀賞受賞。新潟港西港区の港行でもある、品野川河口部の川底を経由して、 同市中央区入り船地区と東区産の家地区を結んでいる賃米トンネル。2002年5月19日から暫定供用を開始し、2005年7月24日に竣工して全面供用を開始した。品濃川を横断する水底部の区間は川底に埋設された8箱の賃米箱によって構成されており、1箱あたりの寸法は全幅28.6メートル。 全高8.9メートル、全長105メートル及び108メートルで、総重量は約2万6000トンに達する。トンネル部の全長は1423メートル、トンネルを介した、入船林港線全体の総延長は3.26キロメートルで、ルート全体には、スイート回廊という愛称が付与されている。車道部は、全区間が往復分離4車線。 トンネル部の車道部両側に並行して自転車、歩行車道が設けられている。この高校ブルートは全線が港湾法で定められた臨港道路に該当する。建設事業は国土交通省が国の直轄事業として実施し、開通後の管理業務は新潟港の港湾管理者である新潟県が行っている。車道、自転車、歩行車道とも通行量は 無料で終日通行することができるが、推定トンネルの関係上、防災上の理由から、危険物積載車用はトンネル部の通行が終日禁止されている。港トンネルは、品濃川の最も川口部に位置する横断施設である。約3キロメートル上流には、港トンネルと同じく2002年5月19日に、共用を開始した流頭橋が架橋されている。 新潟西港一帯は港オアシスとして登録していて、トンネル及び港タワーは港オアシス新潟を構成する施設の位置である。自転車歩行車道は平行する車道とは分離して設けられている。かつて新潟市中心部の品野川下流部にかかる万代橋から下流川約 4km の間には左右両岸を連絡する手段が存在しなかったため、 カリ部の周辺住民や、港湾関係者らは1919 19年から約70年間に、わたって、バンダイ橋カリ部に連絡路の建設を求める、運動を展開し続けてきた。さらにモータリゼーションが没興した1960年代以降、港湾地域の関連交通が、市内中心部に流入して、慢性的な渋滞を引き起こすなど、市民生活や、 経済活動などの面で大きな障害となりつつあった。1960年代から1974年にかけての間、信濃川ともず島を横断する有料道路、港大橋の建設構想が一時は具体化したものの、翌1975年には建設が凍結され、計画は事実上頓挫した。しかし、交通量の増大はその後も続き、市内中心部は、 渋滞が慢性化していた。これらを受け、新潟県が1983年度から1984年度にかけて実施した新潟港周辺整備計画調査において、磐梯橋の下流部を経由する臨港交通施設として、モズ島ルートと高校ブルートの2経路が提案された。前者が現在の流頭を大橋、校舎が港トンネルに該当する。 その後1986年6月に新潟港港湾計画が改定され、入船地区の開発とともに、入船、山の下両地区の港湾関連交通の円滑化を図るため、臨港道路入船臨港線として推定トンネルの建設が計画され、運輸省の直轄事業として1987年度に採択され、事業に着手した。 航行部ルートの構造形式を決定するにあたって、道路の線形や専用面積、工事環境や制約条件から、大規模橋梁形式とトンネル形式のどちらを採用するか検討を進めた結果、東詰め側に新潟空港が近接しているため航空機の発着を妨げる高い構造物が建設できない点、建設時に信濃川河口部を航行する船舶の航路を確保する。 必要性、掃除業費を抑制する観点などから、トンネル形式が採用された。また、道路の線形上、陸上部からのアプローチ部分を短距離で構成でき、トンネル本体の構造物を陸上で製作することができる、人前工法を基本構造とすることが決まった。トンネルの名称、新潟港トンネルと、高校ブルートの愛称、スイート回路は、 一般公募により1991年に決定した。1989年から新潟港東港区で沈米箱を製作するドライドックの開設工事に着手。1991年から沈米箱の製作が開始され完成した沈米箱は日本海経由で栄光されて順次設置されて連結され、地上側の掘削部と合わせて2000年8月に 貫通した。人前トンネル工法が用いられた例としては、日本海側で初、また、東京湾、伊勢湾、大阪湾のいわゆる日本三大湾以外で用いられたケースとしても、初となった。まず2002年5月19日、入船町臨港長官のトンネル部が、暫定に車線で開通した。さらに2005年7月24日、右岸側の未供用区間が開通し、 同時に気供用区間が4車線化されて、全区間が竣工全線で4車線での供用を開始した。また、港トンネルに接続する佐賀側の指道も同時に開通し、これにより新潟東北部と九州域東部との間の道路交通の円滑化が図られた。なお事業費は2002年に開通したトンネル部が約1200億円、2005年に 全面開通した陸上部が約200億円で合計の総事業費は約1400億円を要した西詰めの入船港タワー東詰めの山の下港タワー浮き上がっている赤い色体帯の幾何学模様はフェリチェ・バリーニによる芸術作品新潟港トンネルには左右両岸に各一箇所の縦坑が設けられている設計はいずれも建築家 小林勝弘によるもの。縦坑とは、トンネル内の換気を行うための行動で、地上部には周辺環境を考慮して、全高約40メートルの換気塔が設けられ、トンネル内からの排気は空中に放出されている。換気塔周辺部への威圧感や圧迫感の軽減を図るため、形状の異なる4本のタワーを備えたデザインが採用され、加えて、 西高区の高校部であることを示すランドマークとして、機能するよう、双方の形状を微妙に異ならせたカップル型ツインというデザイン手法が用いられており、換気頭部は双方とも直線的なデザインである一方、タワー部は左岸側が角と直線、右岸側が楕円と曲線を主体としており、様々な形態を持つ複合物を表したデザインとなっている。縦高には換気機能の他に、 電力供給用の受変電設備、雨水排水用の排水ポンプ、消火槽などが配置され、左岸川建港内のコントロールセンターで各設備の制御を行っている。2001年に実施された一般公募によって、左岸川建港には入船港タワー、宇岸川建港には山の下港タワーという愛称がそれぞれ命名され、いずれもトンネル部開通前の2002年2月に、 竣工した。両、港タワーの最上階は展望施設として、昼間は一般向きに開放されている。どちらの展望室からも日本海や新潟市街、天候の良い日には佐渡島や淡島なども望むことができる。また両タワーとも地下3階でトンネル内の自転車、歩行者道と階段及びエレベーターで直結しており、両タワー間をトンネルを通じて、 徒歩で回遊することも可能である。なお両タワーとも、臨港道路同様、管理業務は、新潟県新潟地域振興局、新潟港湾事務所が行っている。ただし山の下港タワーの展望展示室に限り、新潟市が管理権を有した上で、新潟県が指定管理者として、管理業務を行っている。開館時間は入線、山の下とも共通。なお、 入管料は無料である。新潟市中央区新潟市東区新潟交通が港トンネル経由の路線バスを2路線運行している。同社は港トンネルに沈め近くに入線営業所、また東区には新潟東部営業所の計2カ所の運行拠点を設けており、港トンネルを入船、関屋方面や東区伊藤を結ぶ市内線。 近郊線で運行する車両の改送ルートとして利用している。ありがとうございます。